グランディとは、アイルランドで生産され、イギリスで調教された、競争馬シュボバである。2歳児はデビューから4位連勝で、G1 のデューハーストステークスを、スティールハートラを下して優勝し、クラシックの有力候補となる。3歳に入り、調教中に、両馬に顔面を蹴られて、尾骨を骨折するアクシデントに遭い、2000ギニーの前哨戦である。 グリーナムステークスと2000ギニーで連続して2着に、敗れたが、その後アイリッシュ2000ギニーダービーステークス、アイリッシュダービーと AI のクラシックレースを楽勝、キング・ジョージ6世クイーン・エリザベスステークスに、臨み、当時のコバ最強ババスティノとの大激戦の末、半場審査で勝利を収める。この時マークした2分26秒98という、 驚異的なレースレコードは2010年にハービンジャーにコンマ2秒破られるまで35年間保持され続けた。このバスティノとのマッチレースは世紀のレースとまで称されイギリス競馬史上に残る名勝負の一つとされる。この一戦で燃え尽きたのか、その後は一度レースに出走して3歳いっぱいで競争馬を引退した。1976年から イギリスナショナルスタッドで種ボバ入りし、3頭の G1 優勝馬を送り出した。引退したばかりのハギのトップレッディが投影して種付け、されたこともある。しかし現役時の能力と比較して期待ほどの種ボバ成績ではなかったこともあって、1983年には約7億円で日本中央競馬界に売却され、日本競種馬協会しずない種馬場でつなぎようされた。 日本では当時の欧州最強馬として大変期待され、すでに種母馬としてイギリスクラシック馬を出しているという実績から成功を疑うものはほとんどなく、当初は多くの両血繁殖品馬を集めたが、芝の長距離専門で日本の馬場への適性が低いという産加の傾向もあって、日本での種母馬成績は不振を極め、中央競馬では 重症価値馬どころか、オープン馬すら出せず、ダート適性もないため地方の重症価値馬すら出せないという惨憺たる結果に終わった。最大の馬産地である北海道での需要がなくなると、栃木県、さらに、鹿児島県で種ボバ生活を送ったが、晩年は、鹿児島ですらほとんど繁殖品馬を集められなかった。1992年春に病死した。 前弟センチュリアスは1982年のジャパンカップに出走している。従来のレースレコードは第1回でシュプリームコートがマークした2分29秒66。それ以来2分30秒を切るタイムが出たことは一度もなかった。グランディ以降2分27秒台は4頭が記録しているが2分27秒後を切った馬は ハービンジャーによってレースレコードが更新されるまで出なかった。なおコースレコードとしては1983年のハードウィックステイクスでスタネーラが2分26秒90をマークして更新した。現在のコースレコードは2004年ハードウィックステイクスでドヤンがマークした2分26秒53。ありがとうございます。